はい、今回は、阪急御影駅ですね。神戸線、神戸本線ですね。阪急御影駅です。南口を出て、岡本の方に戻る線路際の道ですね。これずっと歩いていきまーす。まあ今回も、迷う道ではないですね。とりあえず横断歩道を渡りましょう。コンビニもあるし、こっちね、駅から出たとこ、線路利用ですね。これずっと歩いていきます。ちなみにパーキングもありますね。なんか伝統文化会館があります。文家なんか神輿っぽいのがありますね。このね、道が上り坂だったのが下っていってですね、下っていってさらに登った先ですね、もう見えてるんですけど、そこが撮影ポイントになります。あ、こっちにも駐車場ありますね。時間貸し。こっちの方が安いね、800円。まあ車で来たらここですかね。目の前ですね。窓を踏み切り、ここ撮影ポイントですね。車は通る踏切ですが、まあまあ場所は相変わらず微妙です。
まあ、三脚は使わないようにしましょう。ちょっと動画1本だけ立ちさせてもらいますが、この辺かな。微妙ですね。ちょっと立ててみましょう。まあなんとなく、こんな感じで立ててみましたが、なかなか場所的には、スペース厳しいですね。ここも、写真の方は、手持ちでいこうと思います。というわけで、実際に立ててみたのがこちらですね。左側はね、ちょっと説明用に、緑のフェンスちょろっとだけ入れてますけれども、まあここでギリギリです。まあこの A の、看板っていうか標識、これはまあ仕方がないですね。どうしても入ります。まあまあ、取り方というのは決まってくるかなと思うんですけれども、まあ河川中の影ギリギリまで引っ張って、取るっていうのが基本になるかなと思います。ここですね。これでまあ、河川中の影ギリギリです。まあここまで引っ張らないとね、後ろも抜けてこないんで、まあこの A の標識はもうしゃあないんですけれども、まあ8両抜けてちょうどいいのがまあここかなと思います。で、実際に撮ってみたのがこちらですね。電柱に近づきすぎないぐらいでちょっとシャッターを切っているんですけれども、まあまあそれでもちょっとやっぱり電柱とこの黄色と黒いの目立つかなという気はしますね。で、がっつり引っ張ってしまうと、やっぱりこの電柱とね、この黄色と黒のポール、これがちょっと鬱陶しいかなと思います。これ以上のトリミングもできないんでね。まあちょっとスッキリしないというか、なんかちょっと狭く苦しい気がしますね。で、後でね、写真を見直してて思ったのが、まあこれぐらい奥で切った方がいいんじゃないかなってことですね。ちょうど、1両目の、2丁パンタの1個目と2個目の間にこの河川柱を収めてしまうという形で、パンタを抜く形ですね。これの方が、右端の電柱が入らなくて、まあ、一番スッキリするんじゃないかなと思います。まあ、逆にこの左の、ね、A の標識がちょっと大きくはなるんですけれども、まあまあそれでもあんまり変わらないかなと思って、まあ、これがひょっとしたらベストかもしれないですね。で、これの撮影データ的には、レンズはね、140mm なんですけれども、まあそこから、これちょっとトリミングしているので、まあ実際ここまでカツカツで撮ると150とか160ぐらいになるかなって感じですね。で、これの撮影時間が、11時19分、撮影は3月の中頃ですね。まあ時期によってちょっと変わるかなとは思うんですけれども、まあまあそろそろギリギリな時間かなっていう感じです。はい。では、場所の確認をしておきましょう。阪急神戸線のね、御影駅と岡本駅の間、撮影ポイント、ここになりますね。なので、御影駅からの徒歩になります。で、御影駅のね、神戸駅のホームの改札を降りて、そのままずっと線路沿いの道を歩いていく感じですね。で、撮影ポイントが、ここの踏切。ここですね。で、距離的なもの、時間的なもので言うとですね、ここから、ここまで、だいたい7分、それぐらいですね。ここにまあコンビニもありますし、食料その他は、全然気にしなくても大丈夫かなと思います。はい。で、日の当たりですね。日の当たりは、ちょうど撮影ポイントここで、列車の先頭この辺りですね。これ、ちょうどこれ、撮影行ったのがね、3月の7日やったかな。になると、まあまあ日の出の時間からまあもう正面に光が当たるという形ですね。そこから側面に当たってくるの、まあまあ7時半とか、それぐらいには
十分当たってくるかなって感じですけれども、まあまあ8時過ぎたら全然余裕で、まあその後ずーっと行って、まあまあちょっとね、南に若干降ってますけども、まあまあ昼までですかね。これが逆に、夏至の頃になると、日の出の時間はもうこの辺りですね。そこからずーっと太陽が回っていって、真正面になるのが9時半からですね。9時半にならないと正面に当たってきま、正面じゃない、側面の方に回ってきません。でそこからね、10時。まあ10時ぐらいちょっと当たり出すかなーで、まあ10時半ぐらいになったら全然いけるかなーって感じですね。まあそれで、正面に当たる12時までと、ちょっと撮影できる時間は短くなるかなと思います。ということで、今回は、前回に引き続きですね、阪急神戸線、御影駅と岡本駅の間のポイントのご紹介でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。